トム・ペティはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター。1976年からロックバンドトム・ペティザ・ハートブレイカーズとして活動。1989年からソロデビューも果たし、同国を代表するアーティストとして活動した。1994年グラミー賞受賞。2002年ロックの殿堂入り、ローリングストーン史選出。 歴史上最も偉大な100組のアーティスト第91位。トム・ペティは、ブルース・スプリングスティーン、ボブ・シーガー等と並び、アメリカの中西部、南部の白人労働者の心情を代弁するロックシンガーとして知られた。彼らのロックは、ハートランドロックと呼ばれることもある。また、ボブ・ディランや、ローリング・ストーンズ、バーズなどからの影響を受けていると指摘されることも多い。デビュー以来、 ライブ活動やアルバムリリースをコンスタントに続けており、晩年もアルバムは全米チャートのトップ10に食い込むなど人気を誇っていた。また、1988年にはボブ・ディラン、ジョージ・ハリスン等と共にトラベリング・ウィルベリーズというバンドを結成し、ヒットを記録した。テレビアニメザ・シンプソンズに本人役で出演しホーマーたちに歌詞の書き方をレクチャーしたほか、 キング・オブ・ザ・ヒルにラッキー役で5年間の準レギュラー出演を果たした。17歳の時にフロリダ州でマット・クラッチを結成。当時ペティはギターでなくベースを弾いていた。ギターは楽器店の教室で当時無名だったドン・ヘルダー、ガラテほどきを受けている。その後、マット・クラッチはロサンゼルスに移り、1974年にはレオン・ラッセルとデニー・コーデルが設立した。 シェルターレコードから契約の話を持ちかけられるが、マット・クラッチは解散して、ペティはソロアーティストとして、シェルターとの契約を継続。トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズ活動初期、マット・クラッチ時代の名優であった、マイク・ギャンベルとベンモント・ンに、ロングレアとスタンディンチを加えた、編成のトム・ペティザ・ハート・ブレイカーズとして、1976年にデビューアルバム、 アメリカンガールを発表した。デビュー当時はアメリカでは人気が得られなかったが、ニルス・ロフグレンのイギリスツアーでオープニングアクトを務めるとイギリスで人気が高まり、1977年6月にはデビューアルバムが全英アルバムチャートで24位に達した。1978年にはアメリカでもデビュー作がビルボード200で55位を記録してセカンドアルバム。 You are gonna get it. は23位に達した。1979年発表のサードアルバム、破壊は全米2位の大ヒットを記録。同アルバムは2020年に、米紙、ローリングストーンが発表した、ローリングストーン氏が選ぶ、歴代最高のアルバム500選2020年改定版において231位に選出された。1981年、 マイク・ギャンベルと共作した嘆きの天使をスティービー・ニックスのアルバムうるわしのベラドンナに提供し、ペティとザ・ハートブレイカーズはレコーディングにも参加。この曲はシングルとして全米サインを記録した。なお、この年にはペティとザ・ハートブレイカーズはデル・シャノンのアルバムゲットダウンゲット目のレコーディングにも参加し、ペティはプロデュースも担当する。1986年、 The Heartbreakers と共に、ボブ・ディランのバックバンドとして活動。1987年、アラン・ルドルフの監督映画、メイド・イ・ーン・ヘブンに出演。1988年、ディラン、ジョージ・ハリスン、ジェフリン、ロイ・オービソンと共に、トラベリング・ウィル・ベリーズを結成し、オービソンのアルバム、ミステリー・ガールのレコーディングにも参加。1989年に、初のソロアルバム、 フルムーンフィーバーを発表。同アルバムは2020年に、ベーシ、ローリングストーンが発表した、ローリングストーン氏が選ぶ、歴代最高のアルバム500選2020年改定版、において298位に選出された。1990年に、ペティト・ザ・ハート・ブレイカーズは、デル・シャノンの遺作、ロックオン・レコーディングにも参加。マイク・キャンベルとジェフ・リンはロデュースも担当する。 同作は翌年、シルバートンから発売された。1994年、リック・ルービンのプロデュースによるソロ2作目、ワイルド・フラワーズを発表。同アルバムからのシングル曲、You Don't Know, How It Feels でグラミー賞最優秀男性ロックボーカル、パフォーマンス賞を受賞した。同アルバムは2020年に、ベーシ、ローリングストーンが発表した、ローリングストーン氏が選ぶ。 歴代最高のアルバム500戦2020年改定版において214位に選出された。1997年映画ポストマンに出演。2002年トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズとしてロックの殿堂入りを果たす。2004年から2009年にかけてテレビアニメキング・オブ・ザ・ヒルで声優を務めた。2007年夏には マットクラッチを再結成して2008年にセルフタイトルのアルバムを発表。また同年2月3日に行われた第42回スーパーボールのハーフタイムショーに出演した。2017年10月2日カリフォルニア州サンタモニカの病院にて死去66歳没。翌年鎮痛剤の過剰摂取が原因と公表。内の順位は 全米ビルボード200の最高位ソロ名義、トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズ名義トラベリング、ウィル・ウィリーズ名義マット・クラッチ名義ダム・ザ・トーピードウス、ツアー。ありがとうございます。